暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。部屋の片付けをしてたら持ってるお金が増えたような、運気アップしたのかな。プーちゃん、それは片付けで自然とお金をセーブする意識がついたんじゃないかな。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回はお部屋の片付けで人生が変わるというテーマについて、勝間和代さん著、勝間式お部屋脱出プログラムをもとに考察していきます。例えば、片付けなきゃと思いつつきっかけがないので先延ばししてきた、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないとさらに部屋が汚くなり、片付けのきっかけはつかめないままです。しかし、この動画の内容を実践していただくと、お部屋を卒業でき、ワンランク上の自分になることができるでしょう。このチャンネルでは、暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、経済評論家勝間和代さんの著書、勝間式お部屋脱出プログラム。かつて片付けを放棄し、自宅がお部屋化していた勝間さん、もう年だし恋愛をする必要もない、だから部屋は汚くていいと思い込んでいたといいます。しかし、勝間さんは一念発起し、お部屋の片付けを始めるのでした。本書からは、お部屋がもたらす悪循環は人生に大きな影響を及ぼすということが、勝間さんの実体験をもとに学べます。一言で言うと、お部屋を作り上げた心を理解するです。かつてお部屋メーカーだった勝間さんですが、無事にお部屋を卒業することができました。本書では、お部屋を卒業してから何が原因だったのかを振り返るのですが、特に勝間さんはお部屋化を進行させた原因として、次の2つの思考を挙げます。物草、先送り思考。どういうことか、それぞれについて見ていきます。物草。勝間さんは、そもそも人間の特性について、人間はカロリー消費を少なくするようにインプットされ生活してきたことを挙げています。このような特性から、なるべく効率化、手抜きしようと行動思考が物草な方向に働くということです。先送り思考。とりあえずいつか必要になるかもという先送り思考、捨てた後必要になるかもという不安から来るものだといいます。以上、お部屋化を進行させる原因について見てきました。つまり、これらのお部屋化の原因になる要素が積み重なることで、物があふれ管理が厳しくなるということですね。では、勝間さんは実際どのようにお部屋を抜け出す対策を練ったのでしょうか。この後さらに見ていきます。本日のお品書きはこのようになっています。人生が変わるお部屋の片付け方法について、3つのポイントにまとめてみました。捨て方の基準を持つと捨てられる、捨てれば運気アップの実態、物の出入りを意識する。それでは参りましょう。まずはじめに、捨て方の基準を持つと捨てられるについて解説していきます。無事にお部屋を脱出できた勝間さん、本書ではその体験を生かして、勝間流の捨て方のルールが次のように紹介されています。 1. 今使っていないものは捨てる。 2. 効果が高い場所から。 3. 冷却期間を置く。そしてここでは、今使っていないものは捨てるについて取り上げます。1. 今使っていないものは捨てる。勝間さんが見出した捨てるための判断基準、それは現在使っていないものを捨てることだといいます。ここで大事なのは、今は使わないけどいつか使うかもしれないものをどうするかです。勝間さん曰く、その判断は次のような観点から見ればベストとのこと。簡単に、再調達できるものは処分する。その場所に置くことでかかるコストを考える。もし不用品に占拠された部屋があるなら、その場所を使用する機会を失うことを考えるともったいないですよね。以上、
捨て方のルールを取り上げました。捨てるというのはハードルが高い行動ではありますが、勝間さんのように何か自分の中で見切りをつけられる基準ができれば意外と捨てやすくなるということですね。続いて捨てれば運気アップの実態について解説していきます。さて勝間さんは物を捨てる行動を始めてから1ヶ月で2キロ痩せたといいます。例えば世間では捨てると痩せる、捨てると金運アップというように言われるのを、こちらのチャンネルをご覧の方なら聞いたことがあるかもしれません。ここでは捨てることで運気がアップすると言われる理由について勝間さんの考えを取り上げていきます。勝間さんが主張することをまとめると、物を捨てることで運動量が増える、冷静に物の金額と向き合えるようになるというように受け取れます。つまり捨て活の期間中は物を出す、捨てるなどこまめに動くので、必然的に活動量が増えます。それに加えて捨て活が終わっても通販よりも実物を見て判断する、実物を見に行くために移動する、片付けで良くなった家事動線のおかげで動き回れる、このような循環が自然に起こるので、結局痩せたり金運アップにつながるのではないかと勝間さん。お部屋の不要品を捨てただけで良い運を手にできるのならやらない手はないということですね。さらにお部屋を片付けられた体験は、年を取ったと思い込むことで下がった自分への信頼感や有能感にも影響を与えると勝間さん。お部屋の片付けを足がかりに見た目も内面もすっきりさせていきたいですね。最後に物の出入りを意識するについて解説していきます。捨てる活動が終了した後の物の管理について勝間さんが大事だとすること、それはインとアウトの管理だと言います。つまり言い換えれば、物の入り口と出口をしっかりと管理するということです。生活していると物は出口がない限りどんどん入って溜まってきます。そこで勝間さんが挙げるのは次の2つです。陰の抑え方、収納の見える化。ではこれらを順番に見ていきましょう。陰の抑え方、例えば物を買うときに勝間さんは次の観点を基準にするとのこと。使用頻度が高いか、どのくらいのスペースが必要か、つまり買い物をするときに価格が高い安いにかかわらず、まずこの基準を考えることが重要となります。収納の見える化、収納の見える化をするとアウトを常に意識できると勝間さん。物が見えない状態になるとその存在を忘れてしまうので、物の住所がわかるように収納を工夫したということです。以上、勝間さん流の物のインとアウトの管理について見てきました。あなたは物の出入りで何か意識していることはありますか？よければコメント欄で教えてくださいね。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず今使っていないものをコストとして考えるということ、次に捨てる行動が運動となり冷静な目を養うきっかけになるということ、そして物の陰を抑えアウトを管理するということでした。勝間さんは実体験からなぜお部屋が悪循環を作り出すのかということに向き合いました。その中で将来の不安を捨てる、自分の自信のなさを捨てるなど、物を捨てる以外にも自然と捨てられるしがらみがあったのだと気づかされますね。捨てることが苦手だという人、また人生がうまくいくようにしたい人は、ぜひ勝間式のお片付けを試してみてください。この動画を見ているだけでもあなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上でお部屋の片付けで人生が変わるの解説は終わりです。人は一回聞いただけでは忘れてしまいます。なのでこの動画をぜひ繰り返しご覧いただき、日常に取り入れていきましょう。また概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。
お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次回の研究動画でお会いしましょう。バイバーイ。